朗報、ラムちゃん、うち阪神ファンだっちゃ。ラムちゃんが歓喜。うるせえ奴ら、高橋文子氏ら虎党作家の読み切り掲載、阪神タイガース優勝記念本。メゾン一国、犬夜叉、魔王、の高橋文子ら虎党の作家20人がプロ野球、阪神の38年ぶり日本一を祝った、阪神タイガース優勝記念本。が21日、小学館から発売された、表紙にはユニフォームを着た、うるせえ奴ら、ラムちゃんのイラストが登場した。高橋文子による日本シリーズ6戦からの自身の様子を描いた逆王手など尻上がり久し、つとむ、麦わら慎太郎ら19人の漫画家が読み切り作品を寄稿、直木賞作家今村翔吾による書き下ろしエッセイが掲載された。各界の虎党からのお祝いコメント、 NMB48 のグラビア、日本シリーズ全7戦を振り返る企画など盛りだくさん。あれのあれの感動が蘇る一冊に仕上がった。タレント声優の千秋は、岡田監督によると、来シーズンもこの戦力でこのままいけば、勝てると思うと言ってくれたので、すごい楽しみです。この本を読みながら、みんなも来年の開幕を待ちましょう、とコメントを寄せた。こんな可愛かったっけ？ちょっと犬夜叉系になってるね。うるせえもアニメが放送された後、可愛さが増した記憶。なんでや阪神関係ないちゃ、ビリビリビリ。ラマちゃんは、なんでや、都会は変動。平野綾だっけ？うんな、リメイクは上坂すみれ。下手になってね。むしろ初心に帰った感あるな。後期ええな。虎族やしな。本当は鬼族だっちゃ。あ、それで虎柄なのか。虎党人気変わら。高橋由美子って虎ファンだったのか。1985年の時も祝ってたで。虎柄のビキニだしな。ええやん。あの格好で中日ファンだっちゃ、都会割れても困るわ。それで虎島ビキニだったのか。新潟出身の高橋由美子がなぜ阪神ファンなのだろうか。新潟には地元球団がないから。子供の頃はラムの良さが分からなかったけど、おっさんになったら分かった。メゾン一国、犬夜叉、 MAO、 の高橋由美子ら虎党の作家、いつからや知らんぞ。阪神ファン、中学の頃からの熱心な阪神ファン。1973年に読売ジャイアンツとのリーグ優勝をかけた最終戦で優勝を逃した時には大きなショックを受け、一時期はファンであることをやめていたが、その後再びファンとなった。2003年にセリーグ制覇した時には、デイリースポーツにタイガースを応援するラムのイラストを掲載している。高校時代には、巨チビの星、巨人の星の文字というパロディ漫画を同人誌で描いている。ラム丸美子の自画像。ラムちゃんの絵は阪神から来てんのかね。この一本と阪神ファンらしいね。こんな目離れてたって。高橋留美子は北陸ではない。この時は可愛いな。竜巻みたいなサインだな。お前らが望んでるのはアニメのデザインな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。